クイーンシー・ポンデクスターはアメリカ合衆国カリフォルニア州フレズノ出身のプロバスケットボール選手。ワシントン大学で4年間在籍し、2009から10シーズンは平均19.3得点を記録し、NBA スカウトからも注文される存在となり、2010年の NBA ドラフトでは26位でオクラホマシティサンダーから指名されるも、直後に交渉権が、 ニューオーリンズホーネッツに移動し、ホーネッツで NBA 生活がスタートした。1年目は平均2.8得点と苦しみ、2年目の2011から12シーズン開幕前にグレービスバスケストの交換トレードでメンフィスグリーズリーズに移籍。2012から13シーズンは右膝の後十字人体の負傷。2013から14シーズンは 開幕前に4年間の新契約を結ぶも、右足を疲労骨折など負傷が相次ぎ伸び悩んだ。2015年1月12日、ボストンセルティックスなどが絡んだ三角トレードでニューオーリンズペリカンズに復帰。43試合出場で平均9得点、3ポイントシュート成功率は初めて40%を超える活躍で、ペリカンズの4年振りのプレイオフ出場に貢献した。 2015年夏に左膝の手術。2015から16シーズンに入っても状態が思わしくなく、2016年1月に再手術となり、同シーズンは全球となり、2016から17シーズンも全球を余儀なくされ、2017年8月31日にシカゴブルズに放出された。2018年2月1日、ブルズからウェーブされた。 2018年8月29日、サンアントニオスパーズと契約した。オジノ・クリフも元 NBA 選手で1975年から1978年にかけてシカゴブルズでプレーした。ありがとうございます。